博多港を訪れる人たちを華やかにおもてなししようと、マリンメッセ福岡に新たなパブリックアートが誕生しました。午前11時ごろ披露されたのは、カラフルに彩られたパブリックアートです。高さおよそ5メートルの彫刻作品で、インドネシアの現代美術家エコ・ヌグロホさんが手掛けました。作品のタイトルはブルーミング。自然と都市の調和を表していて、彫刻の上の部分には博多湾の豊かな自然、そして下の部分には港を行き交うエネルギッシュな人々から着想を得ているということです。すごく背の高いのと福岡の魅力がたくさん詰まっているのが嬉しかったです。福岡市の高島市長は式典で、福岡の人たちにも愛されるモニュメントになってほしいと挨拶しました。